皆さんこんばんは。オープンレベル前回11連勝で敗退を喫してしまいまして、また一からやり直しておきます。よろしくお願いします。僕今オープンレベルでやってるじゃないですか。でレベル50の方はもう最初僕予備知識なしでやって、1回目で21連勝銀のシンボル取れたんですよ。だからお前レベル50の方が向いてるんじゃないかみたいな、そういったコメントをね、アドバイスをいただいたんですけども、まあ諸説ありますけれども、まあ金のシンボルを取るというその目的に標準を合わすと、オープンレベルとレベル50でそんな難易度差はないですよねっていう意見がまああるのと、あとはなんかレベルオープンレベルの、まあ、レベル100コースの方が相手のポケモンもこっちもレベル100で、まあ、最終進化系であったり技もまあこういう大胆な高い威力の技があったりで、まあダイナミックなバトルが楽しめると、ということでなんかね、レベルオープンレベルの方でレベル100の方でやってくださいっていうコメントがね複数の方から来たんですよ。だからこれからもオープンレベルでやっていきます。勝てないのはだからそのコース選択のミスではないと、それが言いたい。ただ単に俺が弱いだけだと。俺が弱いっていうか相手が強すぎる。まあ言うて平均のねアベレージ連勝記録伸びてるんで、まあ時間の問題かなと思いますね。わあ、ちょっと強いポケモンがいないですね。ケッキング、ビルドアップ、いやーちょっと微妙なパーリーですが、これでいきます。相手が使ってくるポケモンの中で強いやつがいたらちょっと目星をつけておいてぶちのめした後に交換してもらうわ。美穂子さんよろしくお願いします。ニドキング、相手のタイプ自身怖いっすね。ここトドゼルガに変えましょう。吹雪を当てればかなりの大ダメージが期待できる。麻痺になるなよ。 OK。 トドゼルガとかは自分で育てて使ったこと多分ないけど、後ろ姿こんなんなんだな。当時はあられ状態で吹雪必中っていう追加効果がね確かないんですよ。だからあられを打つメリットがあまりない。うわあ、マジかよ。 70% の技当てに行こう思ったら 30% の技食らっちまったわ。一撃必殺を覚えているとなると悠長にしていられないな。相手がでも技選択がランダムだとしたら角ドリルを打ってくる確率は1/4、さらにそれが当たる確率というとかなり低いので、おにぎり、慎重にネチネチ行くしかないっすね。当てろよ。よし、煙幕で命中率を下げ、うわぁ、ちょっとひどいなぁ。いや、こっから逆転は正直無理っす。しかもこれ一戦目じゃないですか。一戦目に、これ以上時間かけるのアホらしいんで、この試合はもうなかったことにする。もうなんならちょっとカットして動画でなかったことにしようかな。ちょっとオープニングこれやるか。前回、そうか、0連勝っていうのバレちゃうな。前回11連勝で負けたの動画化してるから。カットしちゃうと1戦目で負けたのがバレると。いやはや。
お恥ずかしい。前回1戦目で負けたのが多分視聴者500人ぐらいにバレちゃってますね。まあでも今のはでもしゃあないですよね。さすがにスノードリル2回連続で当たっちまったっていうのはね。あー強い、雨乞い雷マジ強いんだよなこれな。またキッキングか。蓄電が強い。うん、雨乞いで雨を降らして水タイプの技威力を上げられる。先ほどの電流との相性もバッチリです。うわー強いな。いや今回マジ強いな。電流レンタルサンダース欲しいけど、ちょっとミルカロススターミーでいくわ。勝てる、これは勝てる。スターミーに波乗りがないのが残念ではありますけれども、さあ切り取り直して。時人さんダーテン送りでした。あっとちょっと嫌な相手ではありますね。相手メスか、メロメロ。猫魂でひるんで動けない、メロメロ。あっとギガドレインで吸引されていく。ああ効く。あんまりのんびりやってらんないなもんな。メロメロ電磁波動くなよ。よし、メロメロ電磁波で相手が動ける確率は2分の1かける4分の3。ここで雨乞いを打ち電流にメロメロだ。うわ動ける。207がもう一発は耐えられないな。効果今一つではありますが雷を打っていく。おら、多分今相手が先に動いたのは猫魂を選択したのでしょう。半減でもこの威力いいね。雷は PP が10なのが美味しい。おら、あと一発。メロメロだ。うわ、はあ、低い確率をうまく引き当ててきましたね。いやこれ落ちたわ。ミロカロスって冷凍ビーム覚えてましたっけ。凍える風か。いやここはでも凍える風2発で落としたい。雨が降り続いてる。ちょっと待って、ハイドロポンプが威力120のタイプ1で180の天候1で270の半減の135か。となると凍える風の55の2倍の110よりもハイドロポンプの方が威力が高いんだな。当てろ。体がしびれて動けない。当たる。まあでも倒しきれないことに変わりはないと思いますけどね。あ、倒せた。ミロカロスの特攻でも倒せましたね。アッサム、ここでまだ雨が降り続いている。タイプ1天候1のハイドロポンプが、あっもう貴重な雨ターンが降りやんだ。え、本当に 80% あるんだろうな命中率。当てろ。メタルクロー今のうちに自己再生しといた方がいいかな。これでツバメ返しでわずかなダメージが入り、当てろよ、残り1しかないんだから。 PP ハイドルポンプ、よし。まあちょっと一発目外しちゃったせいで、まあでも当たってたところで落としきれてはいないってことだな。さあキングドラに対しては、キングドラスターミーで倒すのきついな。ミラコでうまく合わせたいな。
ハイドロポンプ。ミロコの巣、耐久非常に高いです。小さなダメージ。だがミラーコートで結構入れられるんじゃないかな。あ、でもイエローゾーンに入らない。ミラーコート。竜の息吹。特殊技です。ミラーコートで返していく。これを凍える風で。あいつの方が早い。お。なんか命中率が異常になんか下振れるな。あれですかね、当時っていうか凍える風命中 95% ですからね。ハイデラポンポは2回外すし。動け。とどめを刺されていく。まあですが、スターミーで上から命中100の最後クネスで勝ち。対戦ありがとうございました。1戦目でこの重たさよ。パーリーは強いので、キングドラとさ、ミロコロス変えるべきかな。でも自己再生強いんだよな。このままいきます。バトルファクトリーって結構その長期戦になりがちなんですよ。そういった時に自己再生がマジ効果的面。ふみかさんよろしくお願いします。リザード、大文字怖いな。ミロコラスに変えて相手の炎タイプの技を受け流したい。大文字が飛んでくる。自己再生しとく。まず自己再生しておくか。うわー、すげえ力。ここで HP を回復して、凍える風打ち込んどく。ミロコロスで倒しきれるから意味ないか。でもこれ一撃で落とせなかった時にもう一発炎技食らっちゃうの痛いから、まずここ風で相手の、あー、そんなん言ってたらこっちのハイドラポンプの技能力が半分に刺されちゃったな。ここは相手のダイモンジを受けてミラコで返すのがいいか。ダイモンジ来い。おい、ダイモンジ来い。おっと、素早さがガクッと下げられてしまっていく。日差しが強い。ダイモンジ来い。え、吠えるか。マジかよ。相手素早さ1段階下がっているんですよね。ならば雨乞い。これで相手の炎タイプの技の威力を半分にし、あっと、また吠えられてしまう。スターミーはでも、最確認数2発で倒すか。また吠える。ミロカロス相手素早さ1段階下がっているので、ここでハイドロポンプ当てればよし。まあリザードうまく処理できましたね。非常に強力なポケモンではありましたが、シュルタルス、ここは凍える風で大ダメージを与えていきたい。
しかもこれ相手の素早さが1段階下がることにより次のターンからミロカロスが上を取れる。4倍でもこの耐久、日本語で OK か。4倍でもこの威力、チルタス非常に耐久が高いです。とどめ、よし、コイルカズのこういうとこ強いですよね。はい、コイルカズシングルでも普通に強いですからね。メタグロスに搭載すると相手の最速130族、次のターンから上を取れます。ここエルカゼ、ああ催眠術でめくり方か、非常に強力な方ですね。ここで相手の素早さを下げ、食べ残し、当てろ。おっと、相手の方がまだ上を取っていたか。ラムの実ですよね、確かね。ラムの実で回復、ハイドロポンプで、でもこれ倒しきれないんですよね。ちょっと残ると思います。しかも相手のこれ催眠術もう一回当たったら嫌だな。催眠術をかわしたとして凍える風2発でいいか、それが一番期待値高いですよね。ハイドロポンプ命中80なんで、催眠術かわせ、当たってしまう。次夢食い飛んでくるね。ミロコラス特製不思議な鱗で防御が2倍、あれ 1.5 倍かですけども、スターミーで相手の夢食いをかわし、あった、怪しい光、素直に打ってきませんね。どうする、麻痺させちまえばこっちのもんか。いや、賭けに出る、動け、頼む、ダメだ、メロメロは意味ない。ちょっと今猶予をくれましたね。お願いします、頼む、1/2、1/2、1/2、よし、相手リザードン、ゲンガーってさ、靴ひもパーリーじゃないこれ。俺が116連勝バトルタワーで成功させた、あと1匹メタグロスだろこれ。おいお前、あれあと1点何だったっけな。まあいいや、リザードン、ゲンガーはさすがに靴ひもパーリーすぎる。予測不能、ちょっと珍しいですね。スターミーがあまり活躍の出番がないな。ゲンガーでいくか。3人目、豊作さん、ピクシーを繰り出す、電流、いいですね。相手メスだな。リフレクターで打撃攻撃に強くなる、メロメロで相手は2分の1の確率でしか動けない。最初に電磁波を打ち込んでもよかったかな。意味ない、電磁波、これで相手が動ける確率は2分の1×4分の3、雨乞い、え、相手が先生、コネビトモリか、
で雨乞い、電流の非常に高い特攻を生かして必中雷。ピクシー硬いんだよな。ちゃんと2発で倒せるかな。イエローゾーン入るよ。微妙だな、なんかやっとイエローゾーンって感じ。影分身意味ないよ、雷必中なんで。こういうとこも雨雷が強いですよね。あーっと、ここで食べ残しで回復されて確定数がずらされてしまう。これもう一発耐えられちゃいますね。メロメロだ、動くなよ。影分身意味ない。雨が降り続いている。貴重な雨ターンが、もう食べ残しによる確定数がずらされたことにより消費させられるのが痛い。まあですが、ピクシーをノーダメージで突破したのは電流手柄ですね。あ、ゴローニャどうしようもない。イエローカロスに変えて、カウンター。雨が降りやみ、ハイドロポンプ当たらない。異様に当たらないハイドロポンプ。体感命中率 60% ぐらいですわ。スペーサーが下がるもこっちの方が早いでしょうね。え、抜かされた。そんなことないですよね、先生の爪かな。マジか。うえ、ハイドロポンプ当たってよかった。これはさすがに一撃。ラスイチ、キューコン。いや、ここはミロコロス温存でいきたい。電流に変えて電磁波を打ち込むことができれば、ミロコロス上からハイドロポンプをな打ち込むことができますからね。電磁波かわす。頼むよ。お願いします。ああ。混乱でわけもわからない確率もね、50% も超えてる気がするんだよ、俺。なんか、補正かかってるんですかね、バトルファクトリーでは。あと、まあ、でもこれで、図らずも電流、混乱を回復です。鬼火を食らってしまっていく。鬼火技エフェクトかっけえっすよね。電磁波よし、やっとですね。やけどのダメージ HP 最大 HP の8分の1入ります。ここで雨乞い、相手の炎タイプの技の威力を下げつつ雷必中にし、高い特攻を生かした雷を打ち込んでいく。おら、一撃では無理だよな。よし、はい、対戦ありがとうございました。3連勝ですよね。豊作さん、ありがとうございました。いや、結構手強い敵いましたね、特にリザードン。今日はここまでです。疲れたので。ご視聴ありがとうございました。